Dude, that father is 10 men perm. 皆さんこんにちは、池さんです。今日はですね、今年2019年の、ゴールデンウィークに実現しました九州一周、そして四国縦断の、ロードトリップ。実はね、この旅の計画は本来2018年、去年の夏休みに実行するはずの旅でした。ところがその旅を出発した直後に起きたハイエースドバドバオイル漏れ事件。小鳥さん、はい、悲しいお知らせがあります。何でしょう。この車はここから先に進むことができなくなりました。理由は激しいエンジンオイルの漏れです。先週修理から帰ってきたばかりのハイエース君ですが、どうやらまた修理に失敗したのではないでしょうか。エンジンオイルがドバドバ漏れている状態です。ただいま JAF を呼んでおりますので、レッカー車が来るのを待っている状態です。レース系レッカーに乗ることになりました。夏休み2018バンライフの旅、初日にして終了。今日はその事件の真相とその後について皆さんに、初めて告白しようと、お話ししようと思います。まずどんな事件だったのか、その時の様子を、動画で公開していますので、ぜひね、まずその事件の様子をここカードからぜひご覧になってみてください。さあ、この事件は、その時の夏休みを遡ること1ヶ月前から始まりました。まずね、以前からハイエースが5000キロぐらい走ることに、そろそろオイル交換しようかななんて思う頃に、オイル不足ランプが点灯するっていうことが2回ぐらい続いて、でそれがねすごく嫌だったっていうかね、不安だったので、ある日地元のトヨタディーラーにね、修理と点検をね依頼したんです。で最初のね診断はね、そのメカニックさんが言うには特に異常はないと。なので、オイル継ぎ足しといたから、あと1000キロぐらい走って様子を見てくれないかって言われたんですね。で僕それを鵜呑みにしまして、あ、そうですかっつって、でその、診断の内容を、いわゆる SNS でこの内容をね SNS で書き込んだんですね。そしたらたくさんね車に詳しい僕の友人知人たちから、5000キロ走って1リットル弱しかオイルが減らない状況なのに、1000キロ走って様子見たところで何も分かるわけねえよって、もう、オイルが減っているけどもオイルが漏れてる形跡がないっていう時点で何かしらおかしいんだから、ちゃんとエンジン開いて調べてもらえっていうふうにアドバイスもらって、あ、そうか、そう言われてみればそうだなと思ったので、もう一回ねこれディーラーのね担当メカニックに行ったんですよ。僕ねこういうふうに周りから言われてんだけど、確かに1000キロ走ったところで何が分かるんだろうっていうふうに相談したら、じゃあ、エンジンをばらして、で調べてみますっていうことになったのね。で1週間その調査と修理で車を預けることになりました。で1週間後、原因はピストンリングの不具合からオイルが内部燃焼していた可能性がありましたと。なんでそのピストンリングも含めて交換修理をさせてもらいましたという報告がありました。ところが最悪な事態も報告されます。エンジンを再度組み上げるときになんか失敗してしまって、エンジンから異音が出る事態になってしまいましたと報告されるんですね。いわゆるちょっと僕メカニックのことは詳しくないんだけども、カムシャフトっていうのをずれて組んでしまったために異音がするようになってしまったみたいなことを報告されたわけですよ。つまりね、修理に出したのに車壊されちゃったっていう状況になったんだよね。なんで僕はすごくそれで、怒りまして、なんでディーラーの工場に修理に出したのにあんたたちが僕の車を壊して返してくるんだよって。なので僕はもう信用できないよ、こんな壊されたエンジンに乗るの嫌だから新品交換してくれ、もう一回エンジンを新しいのに新品交換してくれよっていう感じで打診したんだけども、やっぱディーラー側としては、組み上げた時に失敗したシリンダーヘッドっていうのかな、そっちのヘッド側だけを新品交換することで間違いなく治りますから、だから今回は全部交換はできませんって、そのいわゆるヘッドの部分だけを、新品交換するから、それでちょっと収めてくれないかというふうに言われまして、まあ、僕の希望は叶わず、とりあえずそのヘッドの新品交換っていうところで譲歩して、納得してやってもらったんですよね。でその作業も夏休みが始まる1週間前に無事完了して、車がハイエースがね家に帰ってきました。そして1週間後九州のロードトリップがスタートしたわけです。スタートしてからが先ほど見てもらった動画の状況です。スタートして9時間後、もうドバドバオイル漏れ事件が発生しまして、動画をご覧いただいたまさにあの通りです。静岡県の浜名湖サービスエリアでハイエースは走行不能と診断されまして、千葉への強制帰還を余儀なくされました。まあ、この話をここまで話聞いたところでね、また再度さっきの事件の動画を見てもらえるとその悲しさがさらに伝わるかもしれません。でね、この時、妻と娘はタクシーと新幹線を使って、千葉に帰りました。そして僕と息子はそのハイエースを運ぶために来たレッカー車の、レッカー車に同乗させてもらって、浜名湖サービスエリアから約7時間ねまたかけて、9時間かけてそこまで行ってるのに帰りも7時間かけて家に帰ることになりました。帰宅した時はね15時、夕方の3時でしたね。さあここから先ですね、この後どのようなことがあったか真相をお話しするのは、今回が初めてになります。家に着いたのは確かね午後3時くらいだったかな。で3時半にはその地元のねディーラーの責任者でもある工場長が菓子折りを持って僕のところに謝罪しに来ました。そこでね最初に言った僕の一言、これ正直に言います。とりあえず一発でいいからフルスイングでお前を殴らせろって言ってしまいました。まあそれぐらいもうめちゃくちゃ怒ってました。僕人生でこんなに怒ったのいつ以来だろうってぐらいものすごい怒ってましたね。もうね頭に血が上って感情をコントロールすることができないぐらいの状況になってたと思います。しかもね30時間ぐらい寝てない状態だったんで、軽くちょっとトランス状態も入っていて、僕が僕でない状態みたいな時でした。でまあそれに対してとにかく平謝りするその工場長がいまして、でその時ね台車用にねボクシーを持ってきたんですよ。ちなみに試乗車で出したばっかしのほぼ新車だったんですけども、ボクシーの試乗車を持ってきて、これを台車として代わりに夏休みの間使ってくださいなんて持ってきたんだけど、こんなちっちゃい車乗れるかとか言って、もうめちゃめちゃ新品でかっこよくてすっごい綺麗な車持ってきてくれたんだけど、なんかそんな暴言吐いちゃったりとかして、まあそんなことされても僕の怒りは収まらずですね、世の中はお盆休みに入ったばっかりでレンタカーも全部出払っちゃってて、アルファードとか大きいサイズの車を用意することができないんですって、もう泣きが入ってるような状態でしたね。でねさらに続いてねそのディーラーの支店長ってね、支配人っていうのかな、一番偉い人も来て、まあ、とにかく2人で謝罪をするわけですけども、一向に僕の怒りは収まることはなくその日は終わりまして、でまあ、頭に血が上りすぎてまともな判断ができない精神状況だったんですけども、まあ、車はどうしようもないことを理解して、とりあえずボクシーで納得することになりました。で、今後の賠償や、慰謝料、謝罪料みたいなどにことについては後日日を改めて話し合うっていうことで、一旦、その場で話は収めました。で、その翌日ですね、翌日からそのボクシーでロードトリップ、完全にプラン変更してロードトリップを、再開することになります。で、その様子も、ここにカード貼っときますんでね、その旅の様子ももしよかったら見てください。で、その旅も終わりまして、帰ってきてから後日、ドバドバオイル事件のオイル漏れのね、原因が分かりまして、報告が来ました。原因はそのシリンダーヘッドね、さっき交換したっていうシリンダーヘッドのガスケットっていうさ、そのオイル漏れをさせないためのシーリングがあるんだけども、それがちゃんとくっついていなくて、そっからオイルが噴出してしまったっていう、回答だったんですね。結果ここのディーラーのメカニックは2度にわたって、エンジンの組み上げに失敗してという報告だったので、世界最高峰の技術と品質を持つトヨタのディーラー修理だと信じきっていた僕の神話が崩壊した瞬間でもありました。結果エンジンは、工場で組み上がった新品エンジンに交換することになりまして、でオイル漏れでオイルをかぶってしまったね、その他のパーツとかっていうのも全部新品交換することになって、合わせて車全部ね、点検修理っていう点検整備っていうのをね行ってもらって、不具合の箇所を全て、調整、それから修理交換をしてもらうって形で、一旦、僕のハイエース英介は新しい心臓エンジンをね乗せて帰ってくることになりました。で、夏休みが明けた頃ですかね、賠償責任に関してディーラーさんと話し合いをしました。でね、その時のディーラーからの提案は、プランを大幅に変更していった夏休みにかかった交通宿泊費ねを全て、全額負担してくれるということと、それから僕のハイエースね、英介にね高級ガラスコートを施工させてくださいっていう提案ですね。正確に言うとそれで今回は納めてもらえませんかという内容の提案でした。でね、俺的にはこんなに大迷惑をかけられて、夏休みの計画台無しになって、下手したらね大事故につながったかもしれないっていう事態を起こされたことで、信頼関係は完全に破綻してたんですね。なので僕にとってこの賠償だけでは納得することができませんでした。しかしだからといって高額な現金をね請求しようってことは微塵にも思わなかったんですね。その代わりに僕からの要望としては、追加でプラスだよ、追加で車検時の点検整備費用を3年間無償、3回ね、うちのはね1ナンバーなので3年間ということは、3回分の、点検整備費用ね、車検のを無償で対応することを要求しました。一応そのかかる法定費用とか、それから消耗品の交換部品代とかね、そういうのはもちろん自己負担するけども、いわゆる整備費用っていう部分を3回分無償でっていうことを要求しました。で理由はディーラーもね賠償金っていう形で現金をね支払うっていうことは簡単には決断することはできないだろうなって思っていたのと、承諾しにくいし、それを要求したとしてもすごく時間がかかるだろうなってことは容易に想像していて、でそれを要求して戦うよりも車検を3回無償にしてもらって、そうすることで向こう3年間そのディーラーさんとのお付き合いが生まれるじゃないですか。で3年間もあればね時間をかけて歩み寄ることでお互いの信頼関係も回復して、わだかまりも取れて、僕も安心して車を見てもらえる場所がそういうディーラーさんがとの関係性を築けることの方がよりメリットがあるんじゃないかなってね、そう考えたんですね。なんで実際に、そう考えて、そして3回車検を無償で対応してもらうことを承諾してもらいました。で実際に現在ね、ディーラーさんとの関係性はもう完全に修復しまして、回復したというか、お互い今じゃね、笑顔で会話ができるぐらいまで、穏やかになりました。そして車のメンテナンスについてはもう何でも相談できる関係に戻ることができたので、今ね、僕のハイエースはすごく安心して乗ることができてます。頼れるディーラーさんがそばに作ることができました。で、今回のオイル漏れ、ドバドバオイル漏れ事件っていうのは一生、忘れることのない最悪な思い出となってはしまったのですが、今思えば台車で来たね、新車のボクシーとか、それからその後アルファードをね用意してもらったんだけども、そういう乗ったことのない車に乗って、いつもと違う旅ができたこと、それから普段使わない宿にね泊まることができたので、宿に泊まったことで新たな出会いがあったこととかを考えると、大事故にもならず、誰一人怪我も痛い思いもすることなく、最悪の事態を回避できたということはすごくラッキーだったなっていうふうに感じています。最後に、長く生きていると、なんで俺だけこんなひどい目に遭わなきゃならないんだとか、なんでこんなに不幸なんだとか、なんでこいつらのせいで俺がこんな目に遭わなきゃいけないんだなんてことはね、憎悪に満ち溢れる出来事に見舞われることがあるかもしれません。そんな時、その怒りを相手にぶちまけるのではなくて、許すということを受け入れることで、事態は一変して良い方向にね切り替わる、こともあります。許す、認める、それから譲歩する、これらを受け入れられるようになれると、ごくまれにねラッキーになって帰ってくることがあるんですよ。今回僕はこれね、許したことで、あの大事件を嘘のように忘れてしまいました。いや、正確には忘れたんじゃなくて、思い出話に変わったんじゃないかなと思います。人生楽しんだもん勝ちです。そんな悲劇でさえも楽しかったと言えるような器の大きな人間に成長していきたいと思います。というわけで、去年の夏起こった出来事の真相と、そしてその後どんなことがあったかっていうのを今回、暴露してしまいました。皆さんの今後の、バンライフの少しでも参考になればなと思います。というわけで、土手で話す池さんのコーナーでした。Bye. Dude, that father is 10 men permed.